601ユカタの、ポケモン対戦、始まるよ。相手のパーティーは、ドリュ、シャンデラニ、エルフーン、サンダー。メガ進化は、リザードンだね。フリーだから、海王がもいるよ。先発は、こちらラティアス、相手エルフーンの、色違い対決だ。何度も言うけど、色違いのエフェクトで、音声と映像を、合わせるんだ。このラティアスは、メガネ型なので、耐久やサポートポケモンと対面したら、トリックでこだわりを押し付けるよ。これで、相手のエルフーンは機能停止したけど、こちらに有効ではないから、ヒードランに交代だ。このヒードランは、風船を持たせた、ステルスロック、ホエル型だよ。HP191 で臆病最速、残り C だよ。目覚めるパワー地面でもない限り、敵からの有効打はまずない。火炎放射で倒したいけど、シャンデラが来るかもしれないから、ステルスロックだ。やっぱりシャンデラが来たね。小さくなるをされると、困るので、ホエルを撃つよ。交代読みかな？相手も、もらい火だから、あまり意味がないね。うまく、エルフーンを、引きずり出したぜ。ここで、もう一つの攻撃技は、竜の和道だから、目の前のエルフーンには無効だ。とりあえず、火炎放射でも撃ってみよう。と思ったら、置き土産か。でも、このヒードランは、ホエルがあるから、罪技の起点には、されないね。やはり、シャンデラが来たか？当然、小さくなるをされると困るから、ホエルだ。特攻を2段階下げられた、不一致と奪い技では、苦しいからね。さて、相手の3体目は何かな？サンダーか。海王ガが来ると思ったけど、海王ガってスカーフ一択だから、63選出だと、使いにくいんだよね。サンダーは積み技がないから、ラティアスに、交代するよ。電磁波だったらきついけど、それ以外の有効だわ、メザ氷くらいだからね。なにぃ？交代を読まれた。って？あれ？もし、メザ地面だったら、浮遊タイプのラティアスには効かないはずだから、水か格闘だね。羽休めがあると困るので、流星群じゃなくて、連打できるサイコキネシスを撃つよ。ボルチエンで引っ込み、シャンデラが出てくる。もう小さくなるはないだろうから、メガネサイコキネシスを、連打だ。ちなみに、このラティアスは、H175 の、C143、臆病最速の、残り B だよ。あれ？いくらなんでも威力が。って、さっきメガネトリックしたからか？さて、うまくラティアスが落ちたので、今回の主役を、死に出しするよ。キャラドスだ。先発じゃないからわからないけど、ボール遺伝を利用して、第4世代限定の、ムーンボールに入っているんだ。ニックネームも、長くしているよ。キャラドスは、メガ進化すると、飛行、水タイプから、悪、水タイプになるんだね。だから、得意なタイプと苦手なタイプが、変化するよ。10枚を積み、シャドウボールは半減だ。エナジーボールだったら、抜群になるけど、不一致程度は大丈夫だね。ただし、重そうだから、草結びには、注意した方がいいかもしれないね。このギャラドスは、攻撃技が、3つある。普
通は、攻撃技は2つで、挑発か、身代わりを入れるようだね。ちなみに、滝登りじゃなくて地震を撃ったのは、炎の体の可能性を警戒したんだ。ラストはサンダーだ。ところで、サンダーの夢特性は、飛来心から、静電気に、変更されたみたいだね。霊獣ボルトと同じ、蓄電にしてあげれば、いいのにね。それじゃ、次回は、ダブルバトルの、インターネット大会に、挑戦するよ。